こは上信越自動車道の横川サービスエリアになります。横川サービスエリアの上りです。住所でいうと群馬県の安中市になります。大きなサービスエリアです。トラックも結構止めてます。こんな感じです。僕の昔行ってた古巣の運送屋さんのトラックも止まっています。よし、はい、こんな感じで荻野屋さん、もう先ほどご飯食べてきました。夜限定のこの辺は、そう、安中の辺りは釜飯が有名です。そうや、電車をちょっとお待ちください。はい、今また入ってきました。こんな感じで横川のサービスエリアには電車が止まっています。田中お邪魔します。この電車の中でお食事ができるようになっています。これは日野のネットみたいですね。もうたるんでしまう。そうやな、こんな扇風機も昔は列車にはついていたと思います。釜飯がこの辺が有名だよな。横川食事スペースはこんな感じになっています。先ほどあちらの方で食べてきました。メニューもなんかローストビーフ丼とか、これが食べてみたかったな。あったかけんちんひもがわうどん。こんなぶっといやつ食べたいな。けんちん好きやな。吉野家さんにもけんちん汁ってあったと思うんですけど、そう、そのけんちんやな。美味しい。はい、こちらがお土産コーナーとなっています。この辺も野沢菜がいっぱい置いてある。野沢菜めっちゃ多いな。んまり。あ、だるまがある。よいしょ。やっぱりこの「鬼滅の刃」有名やな。全然俺知らんけど。感じのお土産屋さんです。おそば。おそばもあります。これうまそうやな。こんにゃく食べたいな。下仁田こんにゃく。玉こんにゃく。うん。こんにゃく。おお。だるまや。すげえ。だるまが。1万1000円。これうちの常用営業所の福間さんのトラックにもだるまが確か乗ってたんですけど、福間さんに一回聞いてみたいやな。なんかいつこのだるまさんにこの目を入れるんって聞きたいんやな。かわいいな。ブーちゃんもおるし。何これ、あかん。しゃがもうとしたら腰がめっちゃ痛い。よし、なんかすごいな。はい、横川サービスエリアのなんかお土産をじろじろ見ています。こんな感じです。かわいい、こけし型じゃあ人形か、梅干し。はい、いろんなお土産が置いてあります。そばがいいな。安曇野そば。これはちょっとなんか白っぽいそばやな。なんか腰が痛まってきて歩いとったらなんでや。はい、では動画は終了したいと思います。こんな感じでちょっとやっぱりコロナ禍なのでサービスエリアも静まり返っています。では終わりたいと思います。ありがとうございました。横川サービスエリアの中からでした。ラッキーセブン、ありがとうございます。おはようございます。2月5日の朝です。2021年2月5日の朝、あまりにもいい天気でした。朝起きると最高です。ここは横川サービスエリアです。絶景です。僕はもうこの山に囲まれたこの風景が最高でした。朝よし、絶系のショットを撮ってから今日の仕事を始めたいと思います。この山気になります。すごいです。これほんま岩がどんどん、これですよ。指がすごいですよね、本当に。お月様も今日また見えています、お昼が。こんな感じで横川サービスエリア一周風景撮っています。ほんまにええ天気やん今日。この山の稜線が好きです。こうやってこう。こう全部見え。では最後は引き気味で山の稜線と大倉のトラックです。トラフク号です。ありがとうございました。